公明党の杉久武でございます本日は防衛省の職員給与法の一部を改正する法律案の審議ということで、まあ、限られた時間ではございますけれども、質問をさせていただきたいと思います。まず、今回の法律案の改定におきましては、自衛官等の報給表を改定しまして、自衛官では平均704円引き上げと、まあ、若い現場の隊員に対しまして手厚くされている、まあ、このように認識をしております。 後の質問でも触れますが、まあ、自衛官の定員とそれに対する充足率、まあ、特に第一線で活躍される現場隊員の不足については、えまあ、難しい問題を抱えていると認識をしております。まあ、隊員の皆様にも生活というものがございますし、特に若手隊員の皆様には、いざとなれば体を張って、我が国防衛のために最前線で活躍をしていただく皆様でもございますので、まあ、今回の改定が少しなりとも安心。 安定した生活に寄与するのであれば隊員の皆様にもさらに職務に政令していただけるのではないかと思いますしその環境整備は国の責務であると考えておりますそういった意味におきまして私もこの本法案に賛同したいと思いますそれではまず防衛省に確認をいたします今回の給与改定の狙いについて防衛省の見解を伺います防衛省武田人事教育局,局長はい、お答えいたします 防衛省職員の給与改定につきましては、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に順次で行うことにより、その信頼性、公正性を確保してまいりました。今回の給与改定につきましては、民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、一般職の国家公務員において初任給、若年層に重点を置いた報給の引き上げが行われることから、自衛官の報給についても、一般職の国家公務員の給与改定に順次で、 初任給若年層に重点を置いた方給の引き上げを行うこととしております。具体的に申し上げれば、自衛官全体の方給の安定改定率が0.23％、先ほど委員も御指摘のように704円増であるところ、二士は0.7％、1200円増、一士は0.64％、1199円増、市長は0.56％、11101115円増。 となっており、いずれも自衛官全体の報級の改定率と比べて高い水準であり、日子などの若年層に重点を置いた企業改定となっております。また、ボーナスについても、一般職の国家公務員に順次で引き上げを行うこととしております。今回の企業改定は、職務に制定している自衛隊員にとって、士気の一層の向上につながるものと考えておりま。す。水君 まあ今、さまざまご説明いただきましたが、まあ、今回の給与法改正は、これまで、えー、これは言うまでもなく、人事院勧告に基づいて行われているというものでありまして、まあ、これに関連して、今回は、給与法案と同じ法案が出ており、退職手当の部分について、少し人事院に確認をしたいと思います。このお 国,会国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案でありますけれども、まあ、防衛省の職員の皆様も退職時にはこれに基づいて算定がなされます。今回人事院では、これらの退職給付、つまり退職手当に加え、使用者拠出分の共済年金給付を加えた額について、まあ、官民格差を是正するとの観点から見直しを行うよう、まあ、勧告がなされました。今日は皆様のお手元に人事院のその退職金の部分に に関しての資料の方をお配りをさせていただいておりますけれども、この資料が今回の勧告の基礎となりました官民格差を比較するための民間企業に対する調査についての概要であります。この資料によりますと、企業規模50人以上の民間企業4 1963社から抽出した、 7355社の企業に対して調査を行うこととしておりまして、そのうち回答が得られた4493社、すなわち対象企業4万社のうち約11%からの回答をもとに集計をしたということになっております、そして資料の裏面の方をご覧いただければと思いますが、民間企業では上になりますけれども、グラフの青い部分、退職時事金が1 0 6万1000円。 黄色の企業年金の部分が1453万5000円と、まあ、合計2459万6000円だったのに対しまして、まあ、国家公務員の方では、青い部分の退職手当が2314万1000円。 黄色い部分の共済年金が223万6000円と、まあ、合計2537万7000円となりますので、この差の78万1000円が、まあ、公務員が民間を上回る官民格差があるという、まあ、こういう調査結果で、えー、ございました。 でまあ、官民格差という視点からこれをまあ見直していこうということ自体に私も異論はございませんけれども、まあ、官民格差を是正する比較対象として、まあ、今のこのあり方が、まああのえー、このままでいいのかという点について、今日はちょっと問題提起をさせていただければと思います。 例えばこの某ラフを見ていただければわかりますけれども、まあ、比較対象となっている公務員の退職手当と民間の退職一時金の部分は公務員の方がはるかに民間を倍以上上回っております。一方で黄色い部分の共済年金給付はまあ総額では 総額のわずか8.8%にすぎないのに対し、まあ、民間の黄色い部分である企業年金は総額の59%と、まあ、あのこういった部分を見てみますと、まあ、公務員と民間ではまあ退職金を構成する要素、まあ、これが大きくまああの異なっていると。 いうことになっておりますしかもあの民間の方はまは、皆さんもご存じのとおり、旧来はえ確定給付型の年金というのが一般的でありましたけれども、近年はまあ日本版 401K を皮切りに、退職教室年金へと多様化も進んでえおります。 また、確定給付型を継続している会社であっても、まあ、よくあるような最終給与に支給倍率をかけるような退職金の仕組みから、例えば毎年の業績に基づいてポイントを積み上げていくようなポイント制、こういったことを導入している企業も、 たたくさん増えてままいりました一概に金額面だけを見てですね官民格差を論じるというのは昔なら一定の比較可能性はあったんではないかとは思うんですけれども民間での退職給付の在り方が多様化していく中でですね本当にこれが まあえー、比較可能性を持っているのかという点について、まあ、少し問題提起をさせていただきたいと思います、まあ、そこで今日は人事院に来ていただいておりますので、まあ、今回の退職手当の支給,、えー、支給水準の引き下げについて、まあ、基本的にどのように考えているのか、また私のこの比較可能性の担保という観点から、どのような見解を持っているのか、あの見解をお伺いいたします<上>人事院、上村障害設計課長。 お答えいたします、えー、昨年8月、国家公務員の退職給付制度を所管する内閣総理大臣および財務大臣から要請をいただきまして、人事院は官民の使用者拠出に係る退職給付額について調査を行いました。この結果、先ほど先生ご指摘のとおり、公務の平均退職給付額が民間の平均退職給付額を78万1000円、3.08%上回っておりました。 ことから平成29年4月、国家公務員の退職給付水準につきまして、官民均衡の観点から見直しを行うことが適切である、旨の見解を表明いたしました。これは、国家公務員の退職給付は、職員の退職後の生活設計を支える勤務条件的な性格を有しておりまして、その水準につきましては、同種の給付を行っている民間企業における退職給付の水準との均衡を図ることが、 社会経済情勢に適応した適正な退職給付を確保することにつながるものであるとの考え方に基づくものでございます。一方で、先生ご指摘のとおり、退職給付におきましては、企業年金部分が大きい民間企業と退職一時金の比重の大きい公務という違いが見られるところでございます。また、近年、民間企業における退職給付制度につきましては、 退職一時金においていわゆるポイント制が導入されたり企業年金におきまして確定給付企業年金や確定拠出年金の採用割合が増加する一方で厚生年金基金の採用割合が低下するなどさまざまな動きがあることは承知してございますこのように民間企業におけます多種多様な退職給付制度が見られる中におきましても退職給付の水準を正確に把握できるよう人事院におきましては 近年の民間企業の退職給付制度の動向ですとか、あるいは制度改正に伴う調査方法の変更などにつきまして、学識経験者や企業年金専門家の意見を聴取させていただいた上で、改めて調査の設計を行ったところでございます。そそのののの上上でで官民れれぞれの平成年年度中に近続20年以上で退職したものの 退職一時金と企業年金を合わせた使用者拠出にかかる退職給付額について調査を行い、退職自由別、勤続年数別のラスパイレス比較を行ったところでございます。こうした調査設計の工夫によって、官民の退職給付制度は異なるものの、民間企業の退職給付水準を正確に把握した上で、官民の条件を揃えた比較となっておりまして、適切なものと考えております。 水君ありがとうございますあの概要はよく理解できましたので、またあのこの点については、さまざまな場で注視をしていきたいと思います。 あの冒頭、隊員の充足、えーえー、率の話をさせていただきました、この点について少し確認をさせていただきたいと思います。まあ、自衛隊の任務はわが国の防衛であることは論を待たないわけでございますけれども、まあ、国民の生命と財産を守るという観点から、まあ、近年では特に災害救助支援というものが大変頼りになると思いますが、えー、私も被災地等に足を運ぶたびに、お目にかかる隊員の皆様の献身的な災害救助活動に、私も人間の 一人としてて感謝をさせていいたただきたいこのよううに思うわけでありますしかしながら近年ではその災害が多発する一方で自衛隊員のマンパワーは大丈夫なのかこういったことも心配をしておりますその中で特に指摘をしなきゃいけないのは現場の最前線を担う皆様の充足率でございます陸士さん、海士さん、空士さんといいますと一旦ことが起これば最前線へと飛び込んでいきますがその最前線を担うべき隊員,隊員さんがいらっしゃらなければ まあ災害対応どころか、我が国の防衛も成り立ちません。そこで防衛省に確認をいたします。まあ、原因は予算措置された定員数でありますので、まあ、予算が少なくて雇えないという類のものではございませんが、まあ、隊員募集も各方面で一生懸命頑張っていただいていると思いますが、まあ、少子高齢化の影響もあります。また現在は人材獲得競争の中、渦中でございますので、まあ、防衛省としてこれら重足数についてどのように認識をしているのか、また人員確保に向けてどのような取り組みをしているのか、 防衛省の見解を伺います防衛省武田人事教育局長お答えいたします自衛官の充足率につきましては平成28年度において陸上自衛隊92.8%海上自衛隊92.37%航空自衛隊92.02%三自衛隊では92.57%でございます防衛省としては自衛隊の能力を最大限に発揮するためには自衛官の充足率を高めていくことが必要であると考えており 日々の募集活動等により、充足率の向上に取り組んでおります。他方、近年、募集対象者人口が減少傾向にあり、また大学進学率が向上し、さらに有効求人倍率が高いことなどから、募集環境は厳しさを増しており、自衛官等の募集、応募者数は、ここ3年間減少をしております。こうした中で、自衛官等の募集につきましては、全国50カ所の地方協力本部が、広報官、 を中心に、都道府県、市町村、学校、募集相談員等の協力を得ながら、きめ細やかにかつ粘り強く実施をしております。具体的には、広報官は地域に密着した形で募集活動を行っており、駅前広場や商業施設等で自衛隊広報イベントを開催し、地方協力本部の連絡先等を記載したポケットティッシュなどを配布するとともに、企業説明会や学校説明会に足を運び、職業としての自衛官の魅力を説明しています。 これは大変地道な活動でございますこのほか、テレビ CM に加え、インターネットの,の CM を実施し、時代に即した募集広報の強化改善、映画ポスターとタイアップした募集ポスター作成、従来、自衛官候補生男子に関して試験回数を通年で実施していたところ、自衛官候補生女子についても同様に実施、一般総候補生の試験回数を年1回から2回に増加、消防、警察等の公務員を志望する大学生等との合同説明会の実施などに取り組んでいるところでございます。 今後とも厳しい募集環境の中、優秀な人材の安定的な確保を図るために、積極的に募集活動を行ってまいりたいと考えております。耶君。 続いて、今、えーまあ、人材確保のお話をさせていただきましたが、併せまして、ま、た働いている方々への支援も大事でございます。まあ、近年では、ワークライフバランスをはじめ、働き方改革について、官民の垣根を越えて、国を挙げての取り組みとして、社会全体の改革を推進しております。まあ、他方、防衛省、自衛隊という観点で見ますと、まあ、いざというときの備ええっとえー、特殊かつ特別な任務がございますので、まあ、おいそれと申し上げるわけにはまいりませんけれども、まあ、我が国全体の取り組みの中で、防衛省、自衛隊に においてもできるところは行うことが必要と思いますし、まあその取り組みによって結果的に魅力的な組織として改革ができたならば、隊員の方々もより安心してまあ職務遂行にご尽力いただけるそのように思っております。その点から今日一つ質問を行います。どの組織であれ男女が皆それぞれの職務を遂行しておりますけれども、特に女性が活躍する社会を実現するとの観点を見ますと、まあ女性が安心して働ける環境整備を行う上で避け避けて通れない。 ののが育児児そして宅児の問題であります特に認可保育所など、入れない待機児童の対策が急務であるということは、我が国全体の取り組みとしては行わなきゃならないことでございますけれども、特に防衛省や自衛隊における託児所の在り方については、公明党としても環境整備を図るべく視察を重ねております。まあ、例えば、我が党の三浦信広参議院議員は、本年3月、陸上自衛隊の東部方面隊が配置されております、まさか駐屯地を訪問いたしまして、一昨年開設 されましたの、まあの地内の託児所の視察を行いまましたまたあの佐々木紗弥香参議院議員は本年4月に防衛省に開設されました、託児施設、キッズパオ防衛省市ヶ谷保育園を視察をさせていただいております。 まあこれら託児所につきましては、防衛省には積極的に取り組んでいただいておりますが、まあ、特に自衛隊においては、災害派遣等、緊急かつ特殊な状況が発生するわけですから、まあ、そ,れそれに見合う特殊な支援が要求をされます。そこで防衛省にお伺いいたします。えー、防衛省、自衛隊の特殊な任務に鑑みると、まあ、民間託児所と違いまして、災害派遣など緊急時における子どもの一時,一時預かりといった緊急登庁支援施策の充実が必要でございますし、まあ、将来的には二十四時間た 対応の託児所の整備といったものも必要でございますまあ、不規則な勤務が強いられる防衛省自衛隊の特性に合った保育の場をどのように提供していくのか防衛省の取り組み状況について伺います武田人事教育局長お答えいたしますまずはじめに三浦先生佐々木先生など公明党議員の方々に朝霞中東地や市街地区に所在する託児施設の 視察を行っていただき、現状についてご理解をいただいたこと、を感謝を申し上げたいと思います。防衛省、自衛隊としては、女性隊員のさらなる活躍を推進することが重要であると考えており、そのためのさまざまな施策に取り組んでいるところでございます。とりわけ、女性のみならず、すべての子どもを抱える隊員が、勤務と育児を両立できる環境を整える観点から、保育の確保は重要な課題であると認識をしております。 防衛省としては、隊員が子どもの保育などに不安を抱くことなく、任務に専念できる環境づくりは、自衛隊が常時即応態勢を維持する上で重要であると考えており、災害派遣等の緊急登庁時において、他に預け先がなく、帯同して登庁せざるを得ない隊員の子どもを、自衛隊の駐屯地等で一時的に預かる体制の整備を進めており、すでに全国で173箇所に整備をし、東日本大震災や熊本地震等においても実施をしております。また防衛衛省自衛隊では 保育の確保にかかる施策として町内託児施設の整備を進めてきておりこれまで8カ所整備しうち6カ所で24時間保育を可能としております高い能力と意欲を有する隊員が育児等の事情のために勤務の継続を断念することはご本人のみならず防衛省自衛隊としても大きな損失でございます隊員が子供を持ちながらタイムにせ精令できるように引き続き町内託児施設を含む各種の環境整備に取り組んでまいりたいと考えております水井君 女性の活躍を推進するためにも、まあ、保育環境の整備をより一層進めていただくことも当然ですけれどもまあ、子育てに取り組む隊員の皆様が安心して仕事に活躍できるよう私どもも環境整備について後押しをしてまいりたいこのように思っております最後に大臣に質問をいたしますまあ、我が国を取り巻く安全保障環境はまあ、北朝鮮問題がより顕在化専用化してきておりまして一層厳しさを増していることも大臣も重ね答弁をしていただいているとおりでございますがまあ、この問題を悪化させない ためにも抑止としての力を発揮すべき防衛省自衛隊の存在の役割で極めて重要でありますしかしどこまでもその基盤となるのは職務に従事をする一人一人の隊員であり、えー、職員隊員の皆様が誇りと自信を持って任務を遂行できますようどうか防衛省には限られた予算の中でありますけれども引き続き働く職場の環境整備にもご尽力をいただきたいと思います最後に大臣のこの点に関してのご決意をお伺いいたします小野寺防衛大臣 厳しい安全保障環境の中、自衛隊の任務遂行に万全を期すため、日本全国、または海外に勤務する隊員の一人一人が常に高い意識と誇りを持って、職務に精霊でき,ることをできるよう、防衛省として不断の取り組みを続けてまいりたいと考えております水井君。以上で質問を終わります。